はい、こんにちは、ちじちゃです。今回はゲーム実況者の配信環境をご紹介したいと思います。過去パソコンや配信機材の紹介動画なども出していますが、お引越しをしたり DIY をしたりでいろいろと配置が変わりましたので、改めてご紹介したいと思います。今ご覧いただいているのが私の配信用の防音室です。ヤマハのアビテックス、約6畳です。真夜中に実況していてもご近所迷惑になりません。壁一面に超音パネルが貼られているので、声がこもったり響いたりせず聞き取りやすくなります。実況を始めたばかりの頃は立てておける吸音材を置いてやってたんですが、やはり壁全面にあるのとは音質に違いが出てくるので、実況を始めて3年目ぐらいからはずっと防音室で活動しています。声が聞き取りやすいとおっしゃっていただくこともあるんですが、防音室が何よりも一番大きいと思います。それではパソコンの周辺、見えるところからご紹介していきます。まずは机です。こちらなんと自分で DIY しました。修正材を好きな大きさに切ってもらったものをペンキで白く塗って足をつけました。そしてこの机、なんと昇降します。ボタンを押すと自動的に机が上がったり下がったりします。立ちながら動画編集をして、疲れたら椅子に座って作業をするというようなことができるようになりました。以前勤めていた会社で使っていたので、ずっと自宅に導入したかったんですよね。立ってると集中力も上がります。続きまして椅子です。こちら岡村のレオパードです。なかなかいい値段しました。もともとはゲーミングチェアを使ってたんですけど、ああいうのは FPS などのゲームには非常に向いてるんですが、長い間動画編集をしますって方だと合わない方も結構いらっしゃるんですよね。で、漏れなく私は合わないタイプだったのでレオパードに乗り換えました。こちらのレオパードは後傾姿勢で作業するのに向いています。非常にリラックスしながら動画編集ができます。続きましてモニターとパソコンです。モニターは以前は6枚使ってたんですけど、ちょっと整理して今は5枚でやってます。ひたすら暑いので冬でもクーラーが必要です。配信中に稼働しているパソコンは3台。まず右のモニター2枚は3年ぐらい前に20万ぐらいで組んだパソコンで使ってまして、ライブ中のコメントや YouTube やニコニコの管理画面を表示させています。なのでこのパソコンはライブ中以外は基本的に使えません。そして一番左のモニター、これ立てて使ってるモニターなんですけども、こちらが2年前ぐらいに40万ぐらいで組んだパソコンを表示させています。ライブ中に配信用ソフト X スプリットとフェイスリグを動かしています。なのでこちらのパソコンはライブ中に使うのと、調べ物をする時などに使っています。そして真ん中のモニター2枚が1年ぐらい前に80万ぐらいで組んだメインのパソコンで、こちらのパソコンでゲームをしたりとか動画編集をしたりとかお仕事をしたりしています。ちなみにこの下のモニターは 4K モニターです。このモニターすべて ASUS です。ゲーミングモニターでも何でもない普通のモニターです。コスパ重視で買ったので特にこだわりはありません。プレイステーション4を映すならこれで十分なんですけど、パソコンでゲームをするときにフレームレートを気にする方はゲーミングモニターの方がいいと思います。続きまして機材です。このあたりは以前もご紹介してるんですけど、何に使うものですかっていうご質問が多かったんで、ざっくりと説明しながらご紹介します。まずはオーディオインターフェースです。オーディオインターフェースっていうのは楽器やマイクの音をデータ化してパソコンで使えるようにするための機材です。パソコンにもオーディオインターフェース的な役割のものは内蔵はされてるんですけど、あんまり音質が良くないんですよね。なのでめちゃめちゃざっくり簡単に説明すると、音質を良くするための機械です。私はメインの PC、 つまり真ん中のパソコンにローランド製のオクトキャプチャ、そして配信用の左のパソコンにローランド製のクワッドキャプチャを使っています。そしてこれがしょぼいんですけど、ヤマハのミキサー MG06X です。ミキサーというのは複数の音声、例えばマイクの音量だったりゲームの音量だったりあると思うんですが、これを調整できる機械です。実は先ほどご紹介しましたオーディオインターフェースにも似たような機能はついているので必要ないんですよね。
なんですけど、オーディオインターフェースにケーブルの穴が足りないので、こちらを採用しています。今でこそプレイステーション4ぐらいでしか配信してないんですけど、以前はスイッチや 3DS の配信も並列して行ってたんですよね。そうなると穴が足りなくて抜き差しするのが億劫だったのと、あとパソコン上の操作ではなくつまみで音量バランスが整えられるのが好きなので、こちらを挟んでいます。ミュートもすぐできますし、この機種はこのようにエコーをかけることもできます。ただこれはミキサーとしてはちょっと、いやかなりお安いものなので、機材を買い替えるなら一番にこの上位機種にすべきだと思っています。上位機種に変えるとケーブルの穴が増えるので、また配線が改善できるんですよね。そしてこのミキサーに刺さっているケーブル、 1L と 2R にピンクのケーブルが刺さっているんですが、この先がマイクです。 1L が配信用マイクで、 2R がグッズ開封用のマイクです。使用しておりますマイクはコンデンサーマイクで、ブルーのブルーバードです。現在こちらは廃盤になってるんですが、後継機のブルーバード SL も大きな違いはなさそうです。この価格帯では非常に性能がいいです。なんですが、皆さんにこのマイクがおすすめですよとは言えません。なぜならマイクと声には相性があるからです。声によって合うマイクと合わないマイクがあるので、マイクを購入することを検討している方は試せるお店で試してから購入した方がいいと思います。そしてこちらが 2R の先です。開封動画の撮影環境です。マイクケーブルをぐーんと伸ばして撮影用テーブルまで届かせています。こちらも実況用と同じブルーバードのマイクを使っています。引っ越す前はパソコンの前で開封をしてたので、非常に撮影が容易になりました。カメラは詳しくないので、無難にソニーのハンディカム FDR-AX45 を使用しています。最初は 4K 動画とかも挑戦してたんですが、 YouTube 側の対応が追いついていないので、最近はもっぱら1080で撮ってます。そしてポケモンカード対戦の時は真上からの撮影になるので、 GoPro7 を使っています。開封中は左からライトを使っています。このおかげで商品が綺麗に映るような気がします。光関係は詳しくはありません。本当は右側にもライトは欲しいんですが、まだ用意はできてません。ちなみに顔出しの時はこういった類のライトは使ってません。モニターが5個あるので、モニターの光が明るいだけです。それでは配信用のパソコンに戻ります。ミキサーに刺さっている青いケーブルが真ん中のパソコンで使っているオーディオインターフェースのオクトキャプチャーにつながっていて、このオクトキャプチャーの後ろから出ている紫のケーブルで左のパソコンのオーディオインターフェースクワッドキャプチャーにつながっています。このややこしい配線は何のためかと言いますと、マイクの音やプレイしているゲームの音を真ん中のパソコンだけではなく左のパソコンにも入れるためです。動画撮影の時は真ん中のパソコンを使って撮影しているので、真ん中のパソコンに音を入れたいですし、ライブの時は左のパソコンで配信しているので左のパソコンに音を入れたいんですよ。なのでこういうちょっと変わった配線にしてます。普通だったら必要ないですよね。で、こちらの56ラインがプレイステーション4やスイッチの音が来るケーブルです。ゲーム機関係は後でまとめてご紹介します。こちらがスピーカーです。これね、10年以上前に買ったもので1万円ちょいぐらいだったはずです。すごくいいものではないんですけど、採点ラインはクリアしてますし、コスパもデザインもいいので長らく愛用しています。配信を聞いてくださってる方はこのぐらいの音で聞いてる方が多いと思うので、自分の動画をチェックした時に視聴者さんとの音質の差が開きすぎないようにするためにも買い替えてません。続きまして、配信中にゲームの音と自分の声を聞くイヤホンです。オーディオテクニカの適当な2500円ぐらいのやつです。これは特に実況中に使うので、これ変えちゃうと自分に来る音が変わるので自分の声が分かんなくなっちゃうんですよね。だからしばらくずっとこのイヤホンです。ほんとひたすらこれです。廃盤になった時用の予備もたくさん購入しています。以前ね、いいものに1回変えたんですけど、自分の声が分からなくなっちゃったんで元に戻しました。動画を配信するならスピーカーはまあまだいいとしても、イヤホンだけは1回これって決めたら変えない方がいいと思います。続きましてマウスです。
動画の編集をしていると親指トラックボールが私は楽なのでこちらを使っています。キーボードです。このキーボードは適当に買った2000円ぐらいのやつです。私はあんまりキーボードにこだわりがないので、テンキーがついていてカチャカチャ言ってくれれば何でもいいタイプです。年に1回ぐらい買い替えてます。フットペダルです。これ1年半ぐらい前に導入したんですけど、めちゃくちゃいいですね。主に動画編集で使うんですが、キーを3つ割り当てることができるので、 C などを割り当てて動画のカットとかデリートとかに使ったりしてます。なので動画編集中はガッチャンガッチャン言わせてます。続きましてゲーム関係です。 SSD 乾燥済みの PlayStation 4 Pro です。この PlayStation 4 Pro にはクルーシャルの 525GB を乾燥させています。当時2万円ぐらいしたんですが、今最新モデルで9000円ぐらいなんですよね。安い。ノーマルの PlayStation 4 の場合は乾燥よりも外付けの方がいいので、以前ご紹介した IO データの SSD がいいと思います。 SSD あるなしのロード時間の比較動画もぜひご参考ください。で、よく PlayStation 4 Pro だと外付けはダメなんですか、乾燥じゃないといけませんかとご質問いただきますが、全然ダメじゃないです。ただ企画上は乾燥した方が早いです。実測は測ってないんですけどね。ご自分がどこにこだわるかで選んでいただければなと思います。で、さらにこれタイアップでいただいたものなんですけど、 A40 ゲーミングアンプが PlayStation 4 Pro についています。これは配信では使わないんですが、普段収録関係なく狩る時とか、友達とボイスチャットをしながら狩る時に使ってます。お使いの方はわかると思うんですけど、このアンプモンハンやった時の臨場感がやばいです。ほんとね、結構笑っちゃうレベルで、え、何これマジってなります。どこか近くに体験できるところがあったら一回聞いてみてください。あんまり音を気にしない方でもびっくりすると思います。タイアップ動画を出した時はまだ使い込めてなかったんで、今言ったような臨場感がやばいとか、サラウンド音声でモンハンワールドに登場するレイシェンっていういろんな場所にワープするモンスターがいるんですけど、それの出現場所がわかるみたいなのに焦点を当てちゃったんですが、それもね、もちろんいいんですよ。いいんですけど、さらにこのアンプのいいところがありまして、このつまみとかボタンだけでマイクだけミュートしたりとか、ゲームの音を下げるとか、あとは相手の声だけ音量を上げるとかいうのができちゃうんですよね。なのでボイスチャットをよく使うっていう人にはめちゃくちゃ便利です。後継機の A50 も出ています。で、これヘッドセットとアンプのセットだと結構いいお値段するんですけど、ヘッドセットをいいものをもう持ってるよっていう方はアンプだけ買うっていうのもありだと思います。これね、マジでタイアップ関係なくいいものです。他のゲーム機ももろもろありますが、今箱の外に出してるのは PlayStation 4 Pro と Switch だけです。続きまして配信機材に入ります。まずは音声です。 PlayStation 4 Pro と Switch から HDMI の分配器につながっています。これは PlayStation 4 から Switch に切り替えるときに配線の抜き差しを不要にするためにつけています。こちらのリモコンで操作して切り替えが可能です。あとこの黄色い配線が先ほどご紹介しましたミキサーにつながっています。なのでこのミキサーのこのつまみを動かすと PlayStation 4またはスイッチの音声が真ん中と左のパソコンに流れるという仕組みになっています。続きまして映像です。先ほどの HDMI 分配器からカナンの HDMI スプリッターにつながっています。こっち側が PlayStation 4やスイッチなどがついている HDMI 分配器側、そしてこちら側が左のパソコンと真ん中のパソコンのキャプチャーボードにつながっています。こうすることで両方のパソコンに同じゲーム画面をキャプチャー映すことができます。今回のように2画面で利用しない場合でも配信するために必要です。そしてそこからキャプチャーボードアバメディアの GC550 につなげています。つまり GC550 が2台ある状況です。キャプチャーボードというのはゲームの映像をパソコンに出力するための機材で、大きく分けるとソフトウェアエンコードとハードウェアエンコードというのに分かれます。詳しい説明は省きますけど、一般的にですがハイスペックのパソコンを使っている方はソフトウェアエンコードのキャプチャーボード、
ノートパソコンなどのハイスペックではないパソコンを使っている方は、ハードウェアエンコードのキャプチャーボードを使う人が多いです。ちなみにこちらはソフトウェアエンコードのキャプチャーボードです。実はこのキャプチャーボード、1個型落ちなんですけど、これの後継機、つまり最新機種の GC550 プラスが結構ひどいです。私も購入して 4PC で試したんですけど、安定して映らなくて、初期不良かなと思ってもう1台ね買って、2台目の GC550 プラスを買って試したんですけど、これも安定しなくて仕方ないので知人に譲ったんですけど、知人のパソコンでは映りすらしなかったんですよね。安定する方もいるかなとは思うんですが、アバメディアの外付けのソフトウェアエンコードのキャプチャーボードで使う場合は GC550 が無難かと思います。おすすめといっても所詮は外付けのキャプチャーボードなので、 USB を抜き差ししながら使ってます。ちなみにこの GC550 生産終了はしていますが、並行輸入品はあります。私の一番のおすすめは内蔵させることです。私自身は排熱などの関係で仕方なく外付けを選択しています。右のパソコンはアバメディアの C988 を内蔵させています。全然不具合出ませんでした。やはり内蔵の方が安定しますので、取り付けができるパソコンであれば内蔵をおすすめします。ちなみになぜパソコンを分けてるかと言いますと、パソコンゲームとフェイスリグと X スプリットを同時に立ち上げるとマジで重いからです。で、プレイステーション4を配信するときになぜ映像を分けてるかと言いますと、私配信中にフェイスリグが画面にいるんですよ。そうなるとゲーム画面の右下が見えなくなるので、モンハンで言うとアイテム欄が非常に見づらくなるんですよね。なので真ん中のパソコンでゲーム画面を全画面見ながら、左のパソコンで配信しているというような状況です。そしてこれややこしいんですけど、パソコン版のモンスターハンターワールドを配信するときは左のパソコンのキャプチャーボードの真ん中のパソコンに挿します。これで真ん中のパソコンに3つ目のディスプレイができるっていう状態になるんですが、その3つ目のディスプレイをこの上の画面、真ん中の上のディスプレイと同じものを表示させるっていう設定ができるんですよ。で、それをして真ん中のパソコンの上のゲーム画面を左のパソコンにも見えるようにするっていうようにして配信しています。なんでこんなややこしいことをするかと言いますと、パソコンゲームとフェイスリグと X スプリットを同時に立ち上げると凄まじく重いからです。配信の質を落とせば何度かなるんですけど、80万のパソコンでもフレーム落ちしちゃいます。負荷軽減のために分担しています。ただね、分担しても左のパソコンのスペックが結構ギリギリなので、どこかのタイミングで買い替えようかなとは思ってます。ライブ配信用のそこそこのスペックのパソコンを組むか、またはメインのパソコンよりさらに強力なパソコンを組んで、今のメインのパソコンをライブ配信用にするかで迷ってます。するとしてもミキサーの後なんで来年かな。続きまして、ウェブカメラです。ロジクール HD プロウェブカム C920 です。左のパソコンと真ん中のパソコンにつなげています。フェイスリグもこちらで認識させています。最後に回線です。せっかく戸建てに引っ越したのでがっつり引きました。ニューロ光 10GS、 au 光、フレッツ光と3回線引いてます。配信用のパソコン、つまり左のパソコンがニューロ光の 10GS、 そして編集用のパソコンとコメント用のパソコン、つまり真ん中と右のパソコンが au 光、そしてゲーム機やスマートフォンなどがフレッツ光です。以前マンションに住んでた時も複数回線は引いてたんですが、やっぱり戸建てはめちゃめちゃ早いですね。ライブ配信中にたまにクルクルしてたんですけど、それも一切なくなりました。ちなみにニューロ光 10GS、 パソコンに有線で使用するためには対応の LAN カードを挿す必要があります。ということで今回は私の配信環境のご紹介でした。打足なんですが、猫の部屋がなんと12畳になりました。私の部屋より随分広いです。以前は6畳だったので倍です。隠れるところやキャットタワーやキャットウォーク、たくさん購入しちゃったので猫も喜んでると思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。
また機材関係購入したらご報告したいなと思います。またねー。